エルンストツェルメロエルンストツェルメロはドイツの数学者、論理学者、特に集合論に業績を残した。ベルリンハレフライブルクの各大学で数学と哲学を学び、ベルリン大学でプランクの指導のもとに物理学を研究した。1896年にはボルツマンの H 定理に反論した。1897年ゲッティンゲン大学に移った。1900年に ヒルベルトが未解決の23の重要問題を提示し、ゼルメロはその最初の問題である連続体仮説に取り組んだ。これに関しては1902年最初の論文を発表した。1904年には整列可能定理を証明し、連続体仮説への第一段階とした。これにより、翌年ゲッティン現大学教授となったが、この証明は選択行為に基づいていたため、 完全には受け入れられなかった。1908年にはより一般的な証明を与えた。また1905年には集合論の効率化に取り掛かり、1908年にこれを交換したが、その無矛盾性を証明することはできなかった。1910年には中理被大学に移り1916年まで過ごした。1922年には、 アドルフ・フレンケルとスコーレムがそれぞれ独立に、チェルメロの氷系を改良した。この重氷からなる系は、現在チェルメロ・フレンケルの氷系と呼ばれ、氷的集合論で最も普通に用いられている氷系である。1926年、フライブルク大学から名誉教授職を授与されたが、1935年には、ヒトラーに反発して、これを返上した。 第二次世界大戦後に再度授与されている。ありがとうございます。